こんにちは。手取り14万シリーズが今度はね、花屋龍馬さんのところに行ってしまいました。億万長者合宿の方では一つの結論が出たんでもうやらないと思いますけども、ちょっとね、花屋龍馬さんに同じ、課題でどのぐらいね、掘り込んでいけるのかに挑戦したいと思うんですけども、まず花屋龍馬さんのところに転売の資金がないっていう風なね、お悩み相談が来ると思うんですよ。手取り14万を出したいんだけども、まあ14万じゃなくても、ね、今の給料所得を出したいんだけども、転売するための仕入れができないんですって方ね。やっぱね、この方にね、的確なメッセージをすることとして言えば、最初の副業って仕入れ資金が必要だったり、副業のための立ち上げ資金が必要なやつはやらない方がいいですよね。まあ、例えばどっかの、ね、塾に入るとかっていうのも最悪の選択なんですよ。実は無料でノウハウをいくらでも落ちてるんで、その無料のノウハウを使ってまずはね、手元資金をちょっとずつ増やしていくっていうことから始めるといいと思いますし、あとはシンプルに情報発信ビジネスですよね。この情報発信ビジネスで一山当ててから、それから転売をすると、もう転売も最初からうまくいくんですよ。なぜなら情報発信によって自分の影響力が出ているところに転売を始めるわけですから、商品売りやすくなると思いますよ。それこそね、メルカリとかアマゾンとかに依存しなくても自分のメディアで自分の商品売っていけるんで、もう転売すっ飛ばしてね、自分のビジネスがスタートするんですよ。しかもスタートアップ資金はゼロということなんで、私はね、転売っていうのはレベル2のちょっとだけレベルの高い仕事だと思うんですよ。でレベル1の一番最初の第一歩としては何をするかっていうと、やっぱりね、資金のかからないものですよね。そこにはやっぱり2つぐらいに分かれるんですけども、1つはアフィリエイトをすることですよね。アフィリエイト資金かかりませんから、アフィリエイトをやればいいんじゃないかなと思いますよ。でもう一つは情報発信ビジネスです。厳密に言うとこの2つっていうのは一緒なんですけどね。だから情報発信をすることによって、インターネット上に自分の無料コンテンツを出すことによって、自分の影響力を少しずつ作っていくんですよ。最初はアクセスが1とか2とかね、5とか10かもしれませんけど、それは当たり前ですからね。で転売ビジネスのウィークポイントっていうのは、その転売をしてるだけではずっと作業なんですよ。だから結構ね、副業としてはあんまり続かないかなと思いますね。特に最初に資金がない方を、資金を増やしながら転売をやっていこうと思うと、これはね、行き詰まる可能性が高いんです。私はあまり進められないですね。転売っていうのはやっぱり結構時間をかけたりとか、情報源たくさん持つってことが肝になってきますんで、で仕入れて売れない間はずっと現金が物に変わって、自分のパフォーマンス落ちますからね。だから結構転売は在庫リスクが非常に高いんで、やっぱり情報という在庫はストックのコストかかりませんしね。情報っていうのはインプットにもお金かからないんで、というよりもインプットにお金かからない情報を有料販売するって形を作っていくのが情報販売ビジネスですから、そこが全てじゃないですか。でこのレベル1の資金のかからない情報ビジネスがうまくいけば、そのまんまトップ10 レベル10のね、最後の情報ビジネスに行き過ぎちゃうんで、それでもう完結なわけなんですよ。で転売っていうのはやっぱり目を引くんですよね。なぜかっていうと、転売ビジネスっていうのは突っ込んだ資金がゼロになることはないんですよね。まあ、1万円で買ったカメラが最悪5000円で叩き売れば売れるんですよ。だから手元に赤字ですけども5000円は残るんですよ。だから転売っていうのは結果が出やすいんで、やっぱりね、人が目を引くんですけどもね。まあでも仕入れる時にお金がかかる以上、最初マイナスになっちゃうんですよ。インターネットってものが始まって、それをビジネスにする醍醐味は何かっていうと、一瞬たりともマイナスにならずに事業ができるってことなんですよね。店をやろうとしたらどんだけの赤字を叩き出すのかってことですよ。やっぱりね、私も店を何件か出しましたけども、スタートアップ資金が安くても800万だいたい3000万ぐらいかかるんですよ。それを15年とか30年で返済しながら事業をずっと、ね、成り立たせていくんですけども、返済が終わるまで倒産が許されないんですよ。で私の場合は全部ね、潰しましたけどもね。だからとんでもないことになりましたけどもでも情報ビジネスって一瞬たりともマイナスにならないわけじゃないですか。まあ言ってみれば、スマホのね、通信料がかかるぐらいで、あと何にもかかんないんですよ。情報インプットしてアウトプットするだけなんで、日々それだけなんですよ。マイナスになりますかね。梱包もいらないし、在庫置き場もいらないし、何かを組み合わせることもないですしね。この私みたいにただ喋ってるだけでも別にお金になるわけですよ。でこれをやればいいんじゃないかってことなんですよ。それこそね、顔出ししたくないとかね、なんか嫌なこと書き込まれたくないとかっていうふうな防衛本能働くんですけども、ビジネスっていうのは戦場だと思うんですよ。無傷で勝利がつかめますか。自分の兵隊が一人も死なずに
相手の敵に勝てますかね。多分ないと思います。多少ね、片手片足は失うかもしれないけども、でも勝利して自分の人生掴みたいわけじゃないですか。で、実際に片手や片足をね、なくすことはないわけなんですよ。何にもないですよ。それこそ不特定多数の人の前に顔をさらすのは怖いっていう人いますけども、あのコンビニで働いても不特定多数の人の前にね、顔をさらしてるわけですよ、名札付きで。そっちの方が怖くないかって話ですよね。だからね、全然勘違いしてるんですよ。あのお金の勉強がね、日本はされてないって言いますけども、別にお金の勉強って学校に依存するものじゃなくて自分ですることですからね。だからこそこうやって速稼塾みたいなものがあったりするわけなんですけども、あのお金の勉強はもっともっとしていかないと、それは勉強しないんだから、お金に対して理解ができないから14万で終わっちゃいますよ。だからね、20万とか30万の仕事をしたいんだったら全然紹介できますから。ただ私の紹介っていうのは、どっかの会社を紹介するって、そんなハローワークみたいなことをするわけじゃありません。このビジネスの行き着く先にはそれがありますよとかね、転売だったらこういうふうになりますよとか、アフィリエイトだったらこういきますよとかね、私は1億円までだったらお話しします。月収100万とかだったらもう楽勝です、こんなもん。ただやるかやらないかって問題がありますよ。私が月収100万のビジネスを構築して入って渡したところで、やらないんだったら私無駄作業になっちゃうんで、やる人にしかお渡ししませんね。やるかやらないか分かんない人には、あのお金で提供しますね、30万の速稼塾を払ってくれればそれは提供しますよ。ただ私が提供してもね、やらないんだったら私の一方的な損になっちゃうんで、それは避けたいですね。絶対にやって結果を出すんだったら、それはタダであげてもいいぐらいです、こんなのは。まあそんな感じでね、手取り14万問題ですけども、もう一つの側面、堀江さんが言われてましたよね。手取り14万が安いのかって話なんですよ。あの14万円あれば、工夫すれば楽に生きていきます、それで。本当そうなんですよ。手取り14万でなるべくいい暮らしをして、いいものを食べて、いいものを、ね、着てとかやってしまえば無理ですよ。でも14万で最低限衣食住は十分賄えるじゃないですか。あとは残ったお金を使うことなく、そのね、堀井さんが言われたのは、スマホの中に Netflix とかあるわけですよ。 YouTube でも無料にエンターテインメントがあるわけですよ。無料のゲームもあるわけですよ。 SNS だって無料ですよ。人と関わるの無料なんですよ。無料でも十分人生を楽しめます。何もね、お金を出さないと楽しめないっていう世界ではもうなくなったわけですよ。だからその辺勘違いしてるかなと思います。まあ、私みたいにね、車を何台も持とうと思ったら、それは14万じゃ無理ですよ。確かに1台で14万ぐらい吹っ飛びますからね。まあだからプラスアルファで余剰資金が必要な楽しみ方をしたい、人生を送りたいっていうんだったら14万は抜け出さないといけないです。でもそれはあくまでも余剰な楽しみですからね。でも大抵は無料の映画を見たりとかね、YouTube を見たりとかで人生はもっともっと楽しめるはずなんですよ。それこそ田舎道をね、お散歩するのも楽しいですよ。じゃあお金がかかる楽しみって、あなたは何を持ってるんですかって明確にしてくださいってことなんですよ。どんな物欲があって、どうしてそれを満たしたくってお金が足りないって言ってるのかなんですよね。でその物欲がはっきりした時っていうのは、じゃあプラスでいくら必要なのかって分かるんで、その時にまあどんな仕事をするのかってことをやればいいと思いますし、本当にその余剰なレジャーを楽しみたいんだったら、ビジネスを構築することなんてね、へでもないはずなんですよ、ね。で私はこの今の暮らしを維持したいから、そのため の稼ぎの構築なんてへでもないですよ。だって本気で欲しいと思ってるから。でもまあ欲しいけども、高級車ブランド物欲しいけど、まあなくてもいいかなと思ったら、それは所得が上がるわけないし、新しいビジネスが持つわけないんですよ。それが結果が手取り14万になっちゃうわけでしょ。だから不満はあるけども、我慢できるレベルだったらそれは変わんないです。でもね、寝ても覚めてももうね、こんな暮らしを抜け出したいと思うんだったら、どんな困難にも打ち勝っていけると私は思いますし、そういう人しかなかなか今の時代はお金持ちになれないです。もしね、これから先ベーシックインカム、その他社会制度が手厚くなったりとかね、それから税金の額が減ってくれば、もっともっと楽にね、たくさんの夢を叶えられるようになると思いますけども、現時点では絶対に俺は手に入れたいんだっていうような熱い思いがある人しか低所得を抜け出す方法はないっていうことになります。でもどんな人にも道は開かれてるんですよ。だから何がしたいけども、このぐらいのことをやってもいいんだっていうふうな、そのトレードオフの関係がちゃんと使える人にはその道は開かれてますけども、いや、ほとんど何もせずに夢だけ叶えたいんだよねって人にはまだね、はしごが
かけてもらえないような、そんな時代の過渡期じゃないかなと思いますけどね。それでは本日は以上でございます。どのようにお感じになったでしょうか。いってらっしゃい。